ドジャースは22日、日本時間23日、本拠地ドジャースタジアムでロッキーズと対戦。大谷翔平の同点53号に続くムーキー・ベッツのさよなら本塁打で劇的勝利を飾った。写真、愛娘を抱きかかえたベッツの表情も最高。なかなか見られない。試合後のインタビューでは。 背後から走り寄った手オスカー・ヘルナンデスにバケツに入った水をぶっかけられるサプライズに大笑いしていたベッツ。試合前にもサプライズがあった。この日は、試合前に、抽選で選ばれた子どもたちが選手たちと共にフィールドの各ポジションに着くことができる、キッズ・テイク・ザ・フィールド・デーだったが、この中にベッツの娘、キン・リーちゃんが、パタパタと走り寄ってきた女の子に、え、あれは本当にキン・リー。 とと驚いたといたうベッツ素晴らしかったよ、とサプライズを喜んだ。キンリーちゃんはパパに駆け寄り、ベッツは右膝をついて王子様のようにマナ娘を出迎え、ハグキス。かわいいよ、ここにサインさせて、と娘が手にしていたボールにサイン。マミーと楽しんでる。うん、OK、I love you、とおでこにキスをし、おいで、一緒に写真を撮ろう。I love you、と後ろから抱き寄せでキス。 笑顔で娘との記念撮影を行っていたこの投稿には英語で最高に可愛い素敵すぎるなどの声が寄せられている